それではインフラから解析基盤まで LINE の管理画面にちら見せトークを始めたいと思います。やはり LINE といえば皆様モバイルアプリの印象が強いかなと思いますが、その裏では膨大なユーザーデータやトラフィックを適切に処理するための技術基盤が多く存在しております。そしてその技術基盤にアクセスするためには専用のフロントエンドエンジニアによる管理画面の存在が欠かせません。このセッションではそんな各技術基盤の中からインフラストラクチャとデータ解析基盤にフィーチャーし、それぞれに関わるフロントエンドエンジニアにそれぞれの課題や工夫について紹介してもらうセッションとなります。20分の短いセッションとなりますが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは早速今回のディスカッションのメンバー紹介に移りたいと思います。ではまずベルダより生田さんお願いいたします。はい、LINE の IT サービスセンターベルダ室でベルダのダッシュボードフロントエンドの開発をしております生田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では次46さんお願いいたします。はい、先ほど生田さんと同じくベルダでダッシュボードを開発してます中46と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて DSE センターお願いいたします。はい、データビジュアライゼーションチームというところで、社内向けツールのフロントエンドジストを担当しています坂口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最後岡崎さんお願いいたします。はい、同じくデータビジュアライゼーションチームの岡崎と申します。 LINE の保有する膨大なデータを可視化・視覚化する、ツールのフロントエンド開発の統括を行っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は、この4名と MC である私花谷の5名で進行したいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、早速初めのテーマに移りたいと思います。今ですね、ベルダと DSE、データビジュアライゼーションという名前だけ話してしまいましたが、まずはじめにそれぞれの管理画面についての概要を紹介いただきたいと思います。ではまずベルダからお願いいたします。はい、ベルダはですね、LINE のプライベートクラウドプラットフォームです。AWS や GCP のように IaaS レベルからですね、プラットフォームエズアサービスまで様々なインフラストラクチャーをライナーに提供する、サービスです。ありがとうございます。では続いて、DSE センターの方からも紹介いただけますでしょうか。はい、いくつかツールがあるんですが、今日は何点か紹介させていただきます。まず一つ目ですね、こちら LINE アナリティクスというツールになります。平たく言うと、LINE 版の Google アナリティクスといったところです。使っている技術としては、Bootstrap 4と View 2をベースにチャートは Google チャートを用いております。はい、こちらはですね、柳島というツールでして、プレストの Web UI になっております。使っている技術は View 2と同じく Bootstrap 4で、エディター部分に関しては皆さん VS Code でお使いのモナコエディターを採用しております。こちらのツールは OSS となっていますので、社外の方でもお使いいただくことができます。はい、次に私から、こちら Oasis というツールで、一言で言えば社内版タブローというツールです。この画像のようにそれぞれいくつかのパラグラフで構成されていて、それぞれスケールを書いてこのようにグラフや表を作ることができます。使用技術は同じく Bootstrap 4と View 2で、チャートライブラリに関しては Plotly.js をベースにしたカスタマイズライブラリとなっています。なるほど、ありがとうございます。今管理画面を紹介いただいただけでも、一つの管理画面でさまざまなインフラを操作するベルダと、それぞれの切り口ごとに別々の管理画面を同じ技術で作る DSE センターというところで、それぞれの違いが見えてきましたけれども、まずですね、それぞれの技術的な特徴について伺いたいなと思っておりまして、初めのテーマはこちら Our Subjects and Approaches というところで、それぞれのインフラならインフラの、データ解析基盤ならデータ解析基盤独自の課題と、それに対するアプローチについて伺いたいと思います。ではまずベルダからお願いいたします。はい、
ベルダはあのですね、複数のバックエンドを持ってます。で、複数のバックエンドを持つことによってですね、API のスペックが異なったりとかですね、レスポンススキマがあの異なったりとかしてます。で、これを解決するためにですね、あの UIE からは BFF を持ちましてですね、でその BFF から複数の API を一つにあのまとめて提供したりとか、あの異なるレスポンススキマをあの一つに統一して提供したりとかしてます。うん、なるほどなるほど。それはオブジェクトストレージだとか、例えばインスタンスみたいなものでそれぞれバックエンドが分かれていて、まあ、それぞれを統合するためにバックエンドフォーフロントエンドを作っているっていうふうな形ですかね。あ、そうですね、はい、なるほどなるほど。それでいうと、さっき少し画面を見せていただいたかなと思うんですけど、この管理画面でいうとどういった部分がそれぞれ別の API になっているんでしょうか。はい、今ご覧いただいている画面は、バーチャルマシンの詳細画面になりますけれども、この画面を一つの体験として提供するためにも、バーチャルマシンの情報を取得する API、ユーザー情報を取得する API、 そして、バーチャルマシンにアタッチされたブロックストレージを取得する API の3つが必要になりますが、これを BFF、 バックエンドフォーフロントエンドのレイヤーで抽象化しています。ああ、なるほどなるほど。であればもう本当にそれぞれ独立したものを BFF として抽象化して、まあ、それを UI エンジニアリングチーム、フロントエンドチームで管理しているっていうところですかね。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。なんでしょう、 BFF というとやっぱり DX とか負債の解消のためっていう印象を持つ人が多いかなと思いますけど、まあ、そのあたりは今回の BFF を作った経緯っていうのはかなりインフラストラクチャーとしてそれぞれスタンダードで動くサービスを提供してるからこそっていうようなところでかなり面白いですね。なるほど、ありがとうございます。では、DS インセンターの方はいかがでしょうか。はい、まず私からフロントエンド実装の面からいきますと、やはりあの一番大きいのはデータの扱う量が多いというところにあります。例えば先ほどお見せしたオアシスのスクリーンショットなんですけど、例えばそれぞれのこの、サンプルだとすごくデータ量少ないんですけど、場合によってはこの一つのパラグラフに、まあ、1万とかもっとそれ以上のデータが入ってきたりして、まあ、例えばテーブルを表示したり、あとチャート表示するライブラリとかもパフォーマンスを重視して選ばないと非常にまあ動作が重くなって、まあエクスペリエンスが落ちてしまうといった問題があります。他に岡崎さんはどうですか。はい、そうですね、まあ、もちろんデータのスケールの話もあるんですが、先ほど紹介したように、まあ実はツールってすごくたくさん作ってまして、で、なんていうんですかね、ルック&フィールが全部異なったりするんですね。共通のまあ技術を使ってはいるんですが、やっぱり見た目がちょっとずつ異なってしまったりとか、もしくはそのサービス名が異なったりドメインが異なったりということで、あのまあユーザーが使いたいときにいろんなツールをちょっと使わなければいけないという問題点が今のところあります。なるほどなるほど、ありがとうございます。やっぱりそれはそれぞれデータ分析として成したい切り口が違うからこそたくさんのツールが生まれてしまっているっていうところなんですかね。そうですね、それぞれのまあ取材に最適化していった結果、やっぱりちょっとずつ違ったものになってしまったというのがまあ現状かなと思います。なるほどなるほど。であれば、まあ、共通して抱えている課題としてはやっぱり大きなデータ量をどのように処理するかというところで、まあ、現状組織的な課題としては、まあ、そのかなり乱立してきているツールっていうのをどういうふうにきれいにしていくかっていうところですかね。そうですね、今までどうしてもその、まあ手段としてやっぱり早く作らなければいけなかったので、まあ、そろそろその量から質に転換する時期に来てるのかなと思ってます。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。結構それぞれの特有の課題といいますか、まあ、普段例えば 2C サービスとか考えていると、まあ、データ量とかってページネーションで済ませればいいとかっていうのが多いかなと思いますけど、まあそういったわけにはいかないデータ分析の都合だったり、いわゆるマイクロサービス的なものを必ず作らなければいけない、まあ、インフラストラクチャの都合であったりっていうところが垣間見えてかなり面白いところだったかなと思います。ではちょっと次のテーマに移りたいと思います。ではそれを踏まえてですね、現在それぞれのベルダと DSE センターで行っている挑戦があれば何か伺いたいなと思うんですけど、まずはベルダの方からお願いできますでしょうか。はい、今までのベルダはですね、インフラストラクチャーがそもそもない状態から始まりましたので、まず物を揃えるというところにフォーカスして開発をしておりました。で現在、ある程度物が揃ってきた状態にありますので、これからはカスタマー、
を重視した、アウトプットではなくてアウトカムを重視した、開発に、移行し始めています。でその一環としてまず、今までなかったものとしてユーザーガイドの提供を、マネージドクバネットサービスを先行例として、導入を開始したりしています。なるほどなるほど。ではまあこれまではまあどんどんものを作って、まず我々がサービスを提供するために必要な道具を揃えていかないといけないフェーズだったけれども、今より開発体験にフォーカスしているというところですかね。そうですね、はい。なるほどなるほど。ちなみにそれ以外で何か、そういこういった今おっしゃったようなアウトカムの部分で行っている活動ってあったりしますかね。はい、今までインフラの、フィーチャーの開発については、インフラを開発している開発者がこういう機能が必要だろうということで焦点を当てて開発しておりましたけど、実際、LINE の開発者からの、に寄り添って本当に何が必要かというところで機能を洗い出したりという活動はそれほど行われていませんでした。今は、まずユーザーがどんなことを知りたいのかという仕組み作りをフロントエンドのエンジニアが率先して、開発を進めている状態です。結構ユーザードリブンで作っていくみたいなところに今切り替えていってるっていうところですかね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。では次 DSE センターの方は何かありますでしょうか。はい、DSE センターの方なんですが、今お見せしている画面が、IU というものなんですが、インフォメーションユニバースの略で、データのポータルサイトです。で平たく言うと、先ほどいろいろ通路を紹介したんですけども、ユーザーがやはりそれぞれの通路を選ぶのはすごく大変なことですので、この IU というウェブサービスで、全てを提供するという考え方でこういったツールを今開発をしております。でここを使えば実際にそのデータカタログだったり、権限の管理だったりで、将来的にはそのレポーティングだったり全てが見れるという世界を今作ろうとしております。で技術的なチャレンジに関してなんですが、今この IU、実際に社内でも、リリースはしてるんですが、使ってる技術者ブートストラップ5のアルファ版ですね、それとビュー3を用いて開発をしております。でビュー3に関しては、もうちょっと詳しい話は、坂口さんの方からお願いできればと思います。はい、こちら IU 作るときに、ビュー3を使ってみようという話になりました。そもそも社内向けツールということもあるので、ブラウザを Chrome にだけに限定しやすかったりだとか、あとは、そのユーザーがすごく近いところにいるので、すぐに何かあってもすぐにフィードバックをもらえるというところから、導入するにはせっかく新しいのが出たので使ってみようという形で導入を決めました。ただそのこれ当時計画が12月ぐらいにあったんですけど、 Vue3 はその時3月ぐらいには出るという予定になっていて、それもあって導入をしたんですが、最終的にはリリースが10月、先月ですかぐらいになってしまって、それまでさまざまなアルファ、ベータ、RC というバージョン変更があって、それぞれこうバージョンを上げるたんびにこうバグが出たりエラーが出たりっていうのを一つ一つ解消していくのは、大変な作業でした。なるほど、ありがとうございます。ただとはいえあれですかね、最終的にエンドユーザーっていうのが社内であるからこそ結構技術的な挑戦ができたっていうところがある感じですかね。そうですね、かなりその、結構ビュー3を使ってそもそもこれ作る際にまずビュー3を使ってまずコンポーネントライブラリを作ろうというところから始めて、それに同時に同じようにあったブートストラップ5、新しいのがあったので、それを選んでコンポーネントを作るところから始めると、かなり挑戦はしやすい環境かなとは思います。なるほどなるほど、いいですね。結構その実際の組織として今あるそういったポータルを作らなければいけないという課題と、新しい技術的な挑戦を兼ねることができるのは、こういった管理画面ならではっていうところがありますね。なるほどなるほど。いやでも昨年の12月からですよね、開発進んだのは。大体そのぐらいですね。結構1年越しのビュー3リリースってなると、かなり感動するものがありそうでも、だったんじゃないですかね。いや本当にようやく来てくれたというところで。でもう早速今ビュー3で運用が続けられているっていうところですね。そうですね、もう安定版を適用してもう動いています。でもベルダ室の方は、何か技術的な挑戦として最近行ったものとかあったらそちらも聞きたいんですけど、何かありますでしょうか。はい、ベルダのフロントエンドエンジニアは、人数がバックエンドの数に対して人数が圧倒的に少ないっていう組織的な問題があります。これを解決するために
独自に UI ライブラリーを開発して、開発の効率を上げるっていうような活動をしておりました。ここ1年かけてそういったライブラリーを開発して専用の UI ライブラリー、はい、なるほどなるほど。それはどういったスタックとかで今作ったりしてるんですか？はい、こちらは、基本的にベルダのダッシュボードはすべて Vue.js で作られています、なので、基本的には Vue コンポーネントのライブラリーになっています。おなるほどなるほど。であれば、まあ、普段使っている、まあ、Vue.js にフォーカスして、まあ、より開発の効率を上げていくっていうところを目的に開発してるっていうところですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。結構それぞれの挑戦が聞けて、なかなか面白かったですし、まあ、そういった、今の話によってベルダの、フェーズの話とかも聞けたかなと思うので、もしですね、まあ、この辺りについてより深掘りしたいっていう場合は、ぜひぜひ Q&A を、ウェブサイトの Q&A を、書いていただきますと、今の、スピーカーのメンバーからそれぞれ返信ができるかなと思いますので、何か気になることがあれば、どんどん質問していただければと思います。で、まあ、そんなところでかなり、いろいろと話していきましたけれども、せっかくなので最後に現時点で来ている質問について回答していきたいなと思います。ではちょっと時間的に一つになってしまうかなと思うのですけれども、一つお聞きしたいです。ではまず、まあ、ベルダの方からお聞きしたいんですけど、管理画面を作るにあたって特に気を使っている点などって何かありますかね？ベルダからはですね、先ほど花谷さんからもおっしゃったんですけど、最初はやっぱりその物を提供することにかなり集中してましたと。でただベルダは LINE のプライベートクラウドプラットフォームなので、やっぱりライナーが欲しがってる求めてるサービスを作らないといけないということを、最近やっと気づいてですね、でそういう活動をするために、じゃあユーザーが何を求めてるかっていうのを把握する活動を今やってまして、それの一環で生田さんが説明した先ほどのガイドだとか、まあ、そういった作業を今やろうとしてます、うん、なので今、気にしているのはやっぱりユーザーが何を求めるのかっていうのところをかなり気にして開発を進めてます、うんうんうん。まあ、インターナルだからこそ、積極的に、まあ、自分たちからフィードバックもらっていかないといけないっていうところをかなりシビアに見てやってるっていうところですかね。そうですね。ではせっかくなんで DSE のメンバーにも答えていただきたいんですけど、せっかくなんでもう一つ別の質問を、投げてみたいなと思います。今最新できた質問にモチベーションややりがいを聞きたいですっていうのがあるので、できれば DSE の方々、お答えいただけますでしょうか？はい、まあ、先ほど出たインターナルのツールなので、結構そのチャレンジングなことができると。で、まあ、Vue3 とか使って結構まあぶっ壊れたりもしたんですけども、やっぱりそれインターナルならではだなというところで、まあ、ちょっとやっぱり C 向けとか B 向けだとなかなかそこってやりづらい部分であるんですけど、まあ、社内だからまあチャレンジもできるしっていうところが、まあ、結構刺激にもなるしモチベーションにもなるかなとは思ってます。なるほどなるほど。まあ、結構チャレンジしながら、まあ、何かしらの貢献ができるっていうのが面白いところとしてある感じですかね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとまだまだできればピックアップしていきたいところではあるんですけど、残念ながらちょっと時間が結構ギリギリですので、残りの質問についてはウェブサイトにさらに Q&A を書いていただけますと、後ほど登壇者の方からそれぞれウェブサイト上で返信という形にできればと思います。ですので皆さんこの後もどしどし Q&A 送っていただければと思います。ではですね、残念ながらお時間となってしまいましたので、インフラから解析基盤まで、LINE の管理画面チラ見せトークは、以上で終了したいと思います。皆様、本日は、このカジュアルトラックに、ご参加いただき本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。